福島県から東京に出荷された牛1頭から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された問題で、同時に出荷された残り10頭からもセシウムが検出されました。検査した東京都によりますと、6日に福島県南相馬市の緊急時避難準備区域から芝浦の食肉処理施設に搬入された牛11頭から暫定規制値である1キログラムあたり500ベクレルの3倍から5倍以上にあたる1530から2800ベクレルの放射性セシウムが検出されました。食肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたのは初めてです。これらの牛は流通していません。出荷前の検査では放射性物質は検出されませんでした。福島県は南相馬市からの食肉用の牛の移動や出荷を自粛するように関係団体に要請しました。